アトランティック・マンスリー氏創刊号の表紙、リパブリック参加の歌詞はもともとアトランティック・マンスリー氏で発表された。アトランティック氏はアメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストンで発行されている伝統ある月刊雑誌で創刊は1857年。アトランティック氏は1857年にアメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストンで創刊され奴隷制廃止、教育、 その他の当時の主要な政治問題に関する主要な作家の解説を掲載した文学及び文化の解説雑誌で最初はアトランティック・マンスリー誌と呼ばれていた。フランシス・エイチ・アンダー・ウッドラによって創設され、ジェームズ・ラッセル・ローエルが最初の編集者を務めた同誌には、その初期からラルフ・アルド・エマーソン、オリバー・ウェンデル・ホームズ・シニア、ヘンリー・ワーズ・ワース・ロングフェロー、ハリエット・ビーチャース等。 ジョン・グリーン・リーフ・ホイッティアーといった著名な作家らが寄稿したように一流の作家による文学作品の出版で知られている。寄稿者は創刊当時こそこうしたニューイングランド出身のよく知られた文筆家が中心であったが、その後はマーク・トゥエインなど全米へ広がった。1920年代にはアーネスト・ヘミングウェイなど当時若手の作家を加え、また20世紀後半には 公民権運動を反映して、マーティン・ルーサー・キングのバーミンガムの刑務所からも載せている。20世紀後半には財政難を経て所有者の変更を何度か経た後、ビジネスマンのデイビッド・ジー・ブラッド・レイによって買収された。彼は、主に真面目な国民の読者と思想的指導者を対象とした一般的な編集雑誌として作り直し、 2010年にはアトランティック氏は10年ぶりの利益を出した。2016年にはこの定期観光物はアメリカ雑誌編集者協会によって年間最優秀雑誌に選ばれている。2017年7月、ブラッドリーは出版物の過半数の持ち分をローレン・パウエル・ジョブズのエマーソンコレクティブ社に売却した。アトランティック氏のウェブサイト E、t h e a t l a n d i c c o m は最新ニュース、政治、国際関係、教育、技術、健康、科学、文化の毎日の報道と分析を提供している。ウェブサイトの編集責任者はエイドリアン・ラ・フランスで編集長はジェフリー・ゴールドバーグである。ありがとうございます。